犬年と馬年は結婚するのにいい相性となる。アクティブな馬年の人にうまくリードしてもらいながら、活動的で豊かな時を過ごせる。犬年と羊年は相手の気持ちをできる限り汲みたいと思う。犬年にとって見た目と内面のギャップが激しい羊年は扱いにくい。犬年と猿年はどちらも社交的なタイプであり、すぐに打ち解けることができる。しかし大雑把な猿年に犬年が指摘しすぎてはいけない。犬年と鳥年は第一印象が悪くないため、お互い近づくが、その過程で自分とは合わない人だったということに気がつくことになる。犬年同士は性格が似ているため、最初はうまくいく。後にお互いの頑固な面や時折見せる消極的な面にうんざりすることが多くなる。落ち着きのないイノシシ年についていくことになるため、犬年は苦労する。何事もバランスが大切である。